原子炉内の貯蔵プールに格納された使用済み核、燃料使用済み核燃料とは、ある期間原子炉内で使用した後に取り出した核燃料を言う。日本においては、低濃縮ウランを核燃料として、軽水炉で核反応させた後のものを指す。使用済み核燃料には超寿命各種である、超ウラン各種や、大量の核分裂生成物などが含まれており、 その危険性と処理の困難さのため、その処理、処分が世界的な問題となっている。なお、日本においては、使用済み核燃料自体は、再処理を行うため廃棄するものではない。核燃料は、原子炉に沿う化し燃焼させることで、その核エネルギーを取り出す、または、プルトニウム239を生成することができる。しかしながら、核燃料は、といった理由から、 核分裂性物質を使い果たす前の適当な時期に原子炉から取り出し新しい核燃料と交換する必要がある。この取り出された核燃料を使用済み核燃料と呼ぶ。3%濃縮ウラン燃料1トンが燃える前の蘇生はウラン238が9 7 0ラムウラン235が3 0ラムであるが燃焼後は ウラン238が 950kg、ウラン235が 10kg、プルトニウム 10kg、生成物 30kg となる。蒸気からわかるように使用済み核燃料の中には、大量の核分裂生成物とともに、核分裂生物質や親物質が残存していることから、これらを回収して、再び核燃料として利用するということが考えられる。 天然ウランなどの原料を生成、加工することで核燃料を作り、それを原子炉で燃焼させ、その使用済み核燃料を再処理して、再び核燃料として利用するという一連の核燃料循環過程は核燃料サイクルと呼ばれる。一般的には原子炉で使用された後、冷却するために原子力発電所内にある貯蔵プールで3年から5年ほど保管される。 その後、各燃料サイクルに用いるために再処理工場に輸送されて処理が行われるか、高レベル放射性廃棄物処理場での長期保管が行われる。日本においては、青森県六ヶ所村に六ヶ所村各燃料再処理施設の建設が行われている。2007年末の時点、このうち日本、フランス、ロシア、イギリスは再処理を実施している。 原子力発電の核燃料サイクルにおいては、様々な放射性廃棄物が各工程で発生する。そのうち比較的低レベルの放射性廃棄物の一部は処分されているが、大半は最終処分待ちの状態で、各原子力発電所、各燃料施設、研究施設などで保管されている。原子炉の燃料である核燃料として使用できる物質は主にウラン235と、 プルトニウム239である。そのうち、プルトニウムは天然に、ほぼ存在せず、原子炉の中で、ウラン238から生成される。さらに、石炭や石油による火力発電とは異なり、核燃料は、原子炉中で、すべて核分裂反応して、エネルギーに変換されるわけではなく、大部分はそのまま使用済み核燃料中に、存在している。そこで、 これらを核燃料として再利用するために回収することが考えられるが、それを使用済み核燃料の再処理と呼ぶ。使用済み核燃料の再処理の方法としては、ピューレックス法が実績もあることから主に用いられる。ただし、この方法では、使用済み核燃料を一度硝酸によって溶解させて、水溶液にする必要があり、高いレベルの放射性排液が発生することになる。 この高レベル廃液は液体であるので取り扱いやすくするようにガラスで固められ高レベル放射性廃棄物と呼ばれることになる。日本においてはこの高レベル放射性廃棄物は地上管理施設で冷却、保管した後地層処分することとなっている。日本以外の国においてはコスト追求と他国に再処理をやめるように勧告するなどのために 使用済み燃料を再処理しないでそのまま冷却保管し、地中のコンクリート構造物で保管するというワンススルー方式が取られることがある。日本においては使用済み核燃料は廃棄するものではないため、直接処分は実施されていないものの、2013年度から研究開発は進められている。この方式の場合のコストは 1kW 時あたり0.7円弱と見積もられており、 再処理コストがかからない分、再処理を実施する場合よりも安くなる。また、この方法で処分される放射性廃棄物は、放射能の低いウラン238が大部分を占めるため、再処理で濃縮された高レベル廃棄物よりは、初期の質量あたりの放射能は小さい。ただし、半減期が300年から数十億年に及ぶマイナーアクチノイドや、 ウランやプルトニウムの寄与が大きく、長い年月を経ても放射能はあまり低下しない。一般に低濃縮ウランからなる核燃料を原子炉で燃焼させるとウラン238が中性子を吸収することでプルトニウムが生成される。再処理はそのプルトニウムを抽出する処理であることから使用済み核燃料と再処理工場を保有することは 核兵器の原料であるプルトニウムを得ることができることを意味する。ただし、プルトニウムと一口に言っても、その同位体組成の違いが爆弾としての性能に影響する。核兵器に使用されるプルトニウムは、ウラン238から生成されるプルトニウム239である。核燃料の燃焼を続けると、さらに中性子を吸収して、 自発核分裂により不完全核爆発の原因となりやすいプルトニウム240などに変化する。したがって、軍事用プルトニウム生産原子炉では、なるべくプルトニウム239の純度が高くなるように短期間で再処理に回す。一方で、発電用原子炉では、高出力を目的とするため、プルトニウム239が他の同位体に変化する割合が高くなる。 そのため、原子力発電所の使用済み核燃料から分離したプルトニウムは原子爆弾に使用することができないということが主張されることがある。しかしながら、プルトニウム240の割合の増加は、爆弾の設計や作業工程を複雑にすることはあっても、不可能にする要因ではなく、実際に使用済み核燃料から抽出した金属プルトニウムが 8kg あれば、 臨界を起こすと言われる。ウラン原爆は、経年劣化がなく、取り扱いやすい優秀な兵器が作れる反面、ウラン濃縮に、大変な電力と時間が必要されるため、核兵器を大量に作るには不向きである。そのため、五大国の核兵器は実験用を除くほとんどすべてが、プルトニウム爆弾であり、北朝鮮も、国塩炉で、兵器級プルトニウムを生産している。 用語辞典 P164 使用済み核燃料天然ウランよりウラン235の含有量が2%から4%程度に濃縮されたウランを低濃縮ウランと呼ぶ。発電工学 P194 一般的な燃焼の場合、例えば石炭を燃焼させる場合は温度がある程度高ければ酸素さえ供給すれば燃焼が続く。核燃料の場合は 中性子の供給が必要となる。発電工学 P188 原子炉内では、ウラン238は中性子を吸収して、プルトニウム239に核変換する。プルトニウム239は、ウラン235同様に核分裂を起こす各種である。核分裂反応を起こす各種であるウラン235やプルトニウム239を、 核分裂性物質と呼ぶ。発電工学 P186 発生工学 P236 使用済み燃料とも呼ばれる。生成物 30kg の内訳は、下記の通り。ウラン238のように中性死傷者によって、核分裂性物質に転換するものを、親物質と呼ぶ。発電工学 P186 ただし、プルトニウムについては、 高速増殖炉の燃料として貯蔵されており、本当の意味でのリサイクルはしていない。発生工学 P237 なお、現在においては、モックス燃料としての利活用の方法も存在する。日本において、使用済み核燃料から抽出されたプルトニウムは、プルトニウム240の割合が高いため核兵器の材料としては、品質が悪いが、危険性は、 あるため大量に貯蔵することは、好ましくないとされている。発生工学、P236?NHK スペシャル、核のゴミは、どこへ検証、使用済み核燃料 NHK 名作戦、NHK アーカイブス毎日新聞13面、以下は2007年時点での日本における、放射性廃棄物の在庫である。 L1 使用済み核燃料14,870トン L2 放射性廃棄物の貯蔵量 L2.2 発電所廃棄物 L2.3 超半減期低発熱放射性廃棄物 L2.4 ウラン廃棄物 L2.5 研究施設等での廃棄物 l 2 5に廃棄業者が保管している廃棄物資源エネルギー庁による集計値平成19年度 エルフ属所なお、蒸気の数値に関しては、誤報が頻発している状況なので、随時確認、更新が必要である。参考、経済産業省、平成22年度原子力施設における、放射性廃棄物の管理状況及び、放射線業務従事者の線量管理状況等に係るデータの誤りについて、盾野、野口、吉田 P78 長崎、 中山ピアニッシュも22から23個の高レベル放射性廃棄物に対して群分離した上で超超半減期のマイナーアクチノイドと超半減期核分裂性生物 LLFP を高速炉や加速器駆動をミリン回路で中性子照射して核分裂させすべて単半減期の同位体に各種変換する分離変換技術の研究開発の試みが存在する。なお、 分分離においては、高発熱量核分裂性生物を分離して、熱利用、放射線利用に転用し、有用高価な白金属や、レアメタルは回収する。残った残差の低発熱、単半減期核分裂性生物だけを、ガラス固化して100年から500年保管し、天然ウーラン並みに放射線が低下した時点で再利用、または廃棄する。工程は複雑になるが、 数万年も監視する必要はなくなり、100年から500年の監視で天然ウーラン並みに放射線が低下して、廃棄や資源利用が可能になる。各分裂性生物から熱を蒸気発生用に回収でき、低温になったガラス固化体は中密に保管でき、貯蔵スペースを大幅に節減できるとして、日本でもオメガ計画として技術開発が進められている。ワンススルー方式。 アタアミカ、高度情報科学技術研究機構。2016年12月22日閲覧。使用済み燃料の直接処分研究開発の進捗状況。思想処分研究開発、協会委員会。日本原子力研究開発機構核燃料サイクル、工学研究所。2016年12月22日閲覧。 使用済み核燃料の放射能の時間による変化の計算例が、軽水炉、プルサーマル炉、高速炉及び、研究炉の使用済み燃料中の放射能で、原子炉の種別ごとに示されている。プルトニウムには様々な同位体があり、このうち使用済み核燃料では、プルトニウム239とプルトニウム240が主体でプルトニウム241と、 プルトニウム242も少し含まれる。プルトニウム241とプルトニウム242は共に核兵器の爆発には影響しない。プルトニウム241は半減期14.4年でアメリシウム241へ崩壊するため比較的早期に減少するがアメリシウム241の崩壊熱が大きいため比率が高いと完成した。 核兵器の放熱が必要になる。プルトニウム2 4には体積を増加させるだけである。一般的な兵器用プルトニウムの生産では、パイルと呼ばれる専用の黒塩炉で新しいウラン燃料を使って短期間燃焼させた核燃料を取り出して利用する。必要なプルトニウム239がある。程度生成しており、かつ有害なプルトニウム240の比率が低い。 一川縦の P184 軽水炉の使用済み核燃料に含まれるプルトニウムにはプルトニウム240が全プルトニウム中の20%から40%も含まれる。一川縦の P184 発電用原子炉の中でも高速増殖炉からは炉心の周囲のブランケット部分でプルトニウム240が非常に少なく、 プルトニウム239が97%以上の兵器級プルトニウムを生産できる。位置は縦の P184 ただし爆弾はサイズだけは巨大化するが爆発力はせいぜい1キロトン止まりとなり兵器としては現実的でないと言われる。兵器として十分使えるプルトニウムを得るにはプルトニウム240の含有量を減らすため 経済性を無視して原子炉から燃料棒を早く抜き出さなくてはならない。このため国際原子力機関は商用原子炉の各燃料交換作業に非常に注意を払っている。軽水炉の使用済み燃料原子力百科事典アターミカ。ありがとうございます。